レッツゴー。みなさんどうもこんにちは、おわたぴーことガルナです。走れマリオラン、今日はワールド3をね、生配信のアーカイブをお届けしたいと思います。中央から下に行くとこちらのゾーンになります。まあ、ここは主にスペシャルとかね、あとなんだろう、仲間が増える時のね、まあ、特別なね、スペシャルなお家とかを配置したものになります。例えばヨッシー、ルイージ、そして、キノピコとかですね。あとこれはボーナスとかがありますけれども、それからこのねハテナブロック叩くと、よいしょ、おーねキノピオラリーチケットが20枚手に入るんですけど、当然ねもうすでにねカンストしているので、これ以上増えないと。データに更新があったためアプリを再起動します。待ってよということでね、じゃあ再起動していきます。ということで、皆さんはアーカイブの方をご視聴ください。じゃあやってみようか。 OK。 おっと、急に何かしが出てきた。はいはい、大丈夫ですか。キノコを手に入れて、おっと危ない、入ることはできないんだね。さあ、そして倒すことはできたわけで、危ね、危ない、あーダメだ、落ちてしまいましたけれども、まあ、とりあえずこの辺ですね。あ、なるほど、ジュゲムさん上からどんどんクイーンを下ろしてくれるんだね、優しい。さあよく見てけ、オッケーオッケー。さあというわけで、おっとこれは危ない、踏まないように気をつけないといけないですね。さあということで、途中でスターを手に入れることによりピンクコインを回収しつつ、コースクリアすることができました。いや、うん、今日は幸先なかなか良い感じですね。あ、なるほど、ジュギュームさんを倒すことはできないんですね。うん、あ、ジュギュームも悪いやつばかりじゃないんです、多分という鈴戸さんのね、スーパーマリオメーカーのね、やつ遊ばせていただきましたけど、そのね、覚えている方もいらっしゃったみたいです。ありがとうございますね。トゲゾー、あ、トゲゾー一応下から突き上げて倒したのかな。うんね、そして、赤パタパタね、倒した感じですね。じゃあそれをあとは探す旅になりそうですね。最初はどうも下手くそ。こうなるとね、ちょっと取るのが大変っぽいんですよね。ててここか、あったあったあった、よかったよかった、下の方にあるというヒントがね嬉しかったですね。はい、というわけで、無事にねパープルコイン5枚ゲットすることができました。さあというわけでコンプリートでございます。やったぜ。さあというわけで、おお、いいですね、レベルアップしましたね。さあ次はなるほど、5枚目は上か、あ、
さあ、ゆっくり行こう。ちょっと待とう。え、今あった？上の方に。うわ、あった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 。うわ、ここか。今見かけましたよ、私も。よし、オッケーオッケーオッケー、見つけた見つけた。あとはクリアするだけですね。いやー、よかったよかった。ちゃんとコースをね、見る方ですね。うん。いや、なんか下がわちゃわちゃしてるときにこそ、やはり上を見るってことなんでしょうね。さあ、というわけでブラックコインをコンプリートしましたよ、と。はい、よかったよかった。このアスレチック結構ね、タイミングゲーだと思うんですよね。オッケーオッケー、これですね。さあ、あのシャンシャンってのかっこいいよね。ここは確かスターを取らないと、ね、回収できなかった気がします。さあ、というわけで忍者を大量に集めていってからの、ということでクリアですね。いやー、よかったよかった。おそらくこのスーパーマリオラン、皆さんももうやっていると思うんですけれども、どうでしょう。結構やっぱりね、みんなもこのぐらいサクサクと遊ぶことはできてますかね。スタートスタート。ガーナの動画を見てると関東村に見えても実際難しい。あー、ちょっと待って、あ、すみません、あの勝手に始まってました。マリオは、僕は悪くない、マリオさんが勝手に走り始めたならいけない。マリオさん、もうちょっと落ち着こう。まずはここを叩く。そして2枚目は、でこうする。3枚目はこう上に行くんだったよね。で、ここにあると。で、ここは赤コインを無理して取らなくてもいいんだよね。で、ここは無理に印税を集めない、無理に印税を集めない、これでいいね。よし、 OK ですね。そしてあとは無難なくゴールをするだけということですね。はい、ということで、これレベルアップするでしょ、どっちも。イエーイ。無理のない印税回収。あれ、なんかうん。さあ、行くぞ。どんどんテンションが上がっていくぞ。まあまあ、まあまあまあ、見てなさい、見てなさい、見てなさい。ふっ、うん、にょん、ふっ、ふっ、よいしょ、おっきい。若干危なかったぞ。そして、こうして、この辺踏んで、この辺踏んで、そして交代クリして、こう出す。そして、踏んでいく、踏んでいく、踏んでいく。素晴らしい、ガノンさん。
そしてこうです。素晴らしいですね。タイミング意外とシビアだったよ。さあそして続いて確かハテナコインの直後だったよね。でこうですね。よーし、オッケー、無事回収完了。さすがガウナさんですね。もうみんながね僕を褒めたたえるに違いない。さあ素晴らしい。この大胆、待って待って、今なんでやられたね、今なんでやられたのマリオさん、今最後なんでやられたの。最後かっこよく見ようと思ったじゃん、なんでやられたの。今踏ん、絶対踏んだってどう考えたって言うと、今踏んだって、それ絶対踏んだったおかしいよ、オチをつけなくたっていいんだよオチをつけなくたっていいんだよはい、というわけで、ね、じゃあもう一回やっていきましょうね。画面止まったっていうこと、ありがとうございます。じゃあやり直していきましょう。本当だったらこの瞬間にね、ちょっとね CM 挟むとかにすればいいんだよね。おかえりかな。そういうのがねちゃんとできないから、私ね印税稼ぐの下手くそって言わないんだよね。よっこらしょー。さあ華麗に羽ばたむ決めてって、おっとっと、さあ集めていきましょう。そしてさあこの先だね、これもう止まらない方がいいんじゃないかな。オッケー、やはり止まらないのが正解ですね。はい、オッケーですね。さあ手に入れたところで、ドキドキ止まる。よし、ここは上に行って無難に集めていく感じですかね。待って待って、そのスターは手に入れたいよ。さあというわけで、華麗に全て印税を集めてってのゴールですね。あ、画面が止まったっていう方ね、一回コメントとかでも停止ボタンと再生ボタンをね押し直していただければいいんじゃないかなというふうに思います。お願いします。さあクリボーさんが3位レベルアップしたぞ。今度はパープルコインですね、やっていきましょう。さあ落ち着いて、ああなるほど、これがパープルコイン1枚目。さあよく見てて、よく見てて、危ねえ危ねえ危ねえ。これは素晴らしい。これはどんどんコールを蹴飛ばしていかないといけないんだね。だよね、だと思ったよ。やっぱりねコールを蹴飛ばさないといけないところにあるんでしょうね。さあ次は、どこかにあったはずなんだけど見当たらない。あ、見当たらないと思っていた。いつの間にかパープルコイン5枚集めてましたね。いやーいつの間にあのね最後までね、あれ5枚目ねえなって思ったけど、まあよかったよかった、集めてたんですね。しまらないな、やっぱり。いや、やっぱりね、これはね、皆さんどうですか？私、一発目でごね、これね、集めることに成功させていただきましたよ。ジャストタイミングで踏めないとね、マリオがね、最高点に行かないんですよ、このノコノコさん。そうそう、これね。今のがこれ、ジャストのやつ。オッケー、オッケー、
やっと先に進めたよ。これはとにかく急いでいけ。OK。で、こいつはノコノコを蹴って、ここ。で、ちょっと待つ。で、ここ。で、ここはひたすら、オッケーオッケー。ここだ！あ、ちょっと待って！オッケー！よし！オッケー。はぁ、ようやく。ようやくですね。この一発でクリアしなきゃいけないっていうこのね、緊張感がね、程よくね、いいんじゃないかなって思います。パチパチパチ。おめでとうございます。じゃあ、今度はワールド3の4ワッチッチファイヤーバーのお城をやっていきたいと思います。前回は時間がなくてできなかったんですよね。で、お待ちください。よしこんな取り方でいいんだろうか。多分ね、もっと上手いやり方はあるよ。これは上かな。どっちだろう。いてててて。あ、一応3枚取ることができましたねと。これどっちだろうな。明日だったか。よかったよかった。よし。危ない危ない。待って待って。これはまずいのでは？はい、最後は安心安定のゴリ押しですね。さあ、というわけで、今日も安心安定の印税シャワーですね。いいですね。今日は印税シャワーのコースしか遊んでないぞ。さあ、というわけでピンクコインのコンプリートです。やったぜ。そして次、ワールド3の4アチチファイアーバーのお城なーパープルコインやっていきましょう。ほう、こんなとこに素直にやってくれる。よしよし、危ない危ない。ちょっと待ってくれ。今の取れなかったのはちょっときついかな。あ、ちょっと待ってください。よいしょ。で、ここで一応大きくなりまして、わあ、あー、ちょっと間違えちゃった。落ち着いて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 。そしてここも手に入れて、ここも乗り越えて、さあそして、さあ皆様、ゴリ押しの時間がやってまいりました。よいしょ。
なんとご利用しをしなくてもいけましたよ。いいですね、このタイミング覚えた。パープルコインの方が難しくなかったですね。ルートさえ覚えていればなんとかという感じでしょうか。さあ、というわけで、印税シャワーです。ゴリゴリ。さあ、コンプリートしたぞ。さあ、そして出てきました。いやー、ブラックコイン。やり直します。危ねえ危ねえ。でここで一旦戻る。ごめんなさい、戻ります。ここでいい。よし、オッケーオッケー。はい、これで5枚手に入れることできましたね。さあ勝負だ。もうゴリゴリしないぞ。ゴリゴリしたらもうゴリ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 って言われちゃうからね。ゴリゴリしない、ゴリゴリしない。よいしょ、オッケー。うわあゴリ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 。今のはこれはゴリ押しではないのでは。これはあれじゃない、チビファイヤーマリオに昔ならナイルレベルのあれだ。はい、インデシャル。ゴリ大変だ、みんながゴリゴリゴリ言ってる。はい、というわけでオールコンプリートです。クソ、みんなゴリゴリうるせえぞ。ちくしょう。ゴリゴリゴリ。